きチャンネル。こんにちは。さあ今日からですね、はい、また恒例の一大企画でございます、はい、崖っぷち選手です。わあ、もうこの段階で崖っぷちの人選んでいきますか。だってもうキャンプ前よ。そっか、キャンプ見る前に、まあ、キャンプ頑張れよって意味で。そう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 、だから勝負の年だね、はい、このポジションを奪えるか奪えないか。だって去年だってよ、DNA の小原が梶谷抜けてどうなるかっていうところで、レギュラーで3割打ったの。ああ、そうですね。だからこのチャンスをつかめるかっていうところだからね、うん、もしくはこのギリギリの勝負どころを勝ち抜けるかっていうところの選手たちだから、うん、そうですね、うん、ちょっとその崖っぷち選手言う前にですね、うん、ちょっと私見せたいものがあって。崖っぷちの崖っぷちなんですか、誰かが。いやいや、私の見せたいもの。見せたいもの、見せたいもの。あ、カサスかなんかで崖の上で船越英一郎さんとなんかこの追い詰められる役やったの。崖の上で崖っぷちだからその写真、その流れで来たの。崖っぷちじゃない、カサスじゃないの。あ、じゃあ違う、てでーじゃないの。これあれかな、この球団の時に出した方がいいかな。そうしようかな。持ち越し。このぐらいのもの見せる。このぐらいの。これ年末年始、旅行に行って、その崖の城ヶ崎海岸とか行ったんじゃないの。城ヶ崎海岸。行ってない。城ヶ崎海岸の崖の上で写真撮ったやつじゃん、初日の出。違います。それじゃないですか。ちゃんと八田山っていう厄除けの神社、今年厄年なんでね。そうなんですか。はい。ちょっとま持ち越し見せるの。そうなんですか。違う球団の時に見せよう。ある球団からこうちょっといただいたのでね、ある球団とちょっとコラボ。そうなんですね。はい、持ち越し。はい、じゃあ崖っぷち選手、今日はですね、西武と広島です。はい。はい。まあ今年ね、勝負の年になるっていうね、ところで頑張れるかどうかがね、まあキャンプからしっかりね見守っていきたいなっていうところですね。まずはね、西武です。西武はね、こちらです。金子選手ですね。おお。やっぱまあ昨年ね、打率1割9分2厘。101試合出場っていうところでね、まあ、センターは若林が最初行って、で怪我して、で岸になったりとか、外野、愛斗が出たりとか、でまあ、レフト、栗山とかってなってくるときに、まあ、正直、まだ外野はね、そこそこ埋まってないけども、ここで金子がちょっと踏ん張らないと、一気に若手に世代交代していっちゃうよっていうね、で今年、32歳。はいになるっていうところで、西武はですね、あとは外国人もね西武は取ってくるから、はい、その新人選手の中で外国人、ジャンセン、はい、まあジャンセンはショート以外の内野、さらに外野を守ることができる。あとオグレディっていう外野手を、はい、まあ取ってきてるから、そう考えたらよ、はい、DH と外野が埋まる可能性があったら一つなくなるわけじゃん。そうですね、外国人選手で、でそういったところでもあと若手が台頭してきてるで、まあ、32歳、で昨年ちょっと成績が振るわなかった、はい、こう勝負どころだね。そうですね、若い力が結構今押し上げてきてますよね。来てんだよね、でしかもこの2020年は2割4分9厘、はい、2019年2割5分っていうところでね、まあ、ここがちょっと踏ん張りどころになってくるかなっていうね。そうですね、だからキャンプからの頑張りをね、見てときたいなっていう。だからまあ外野でいうとね、であと鈴木翔平選手ね、あ、そう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 、いるね、います、しっかり出してくる。今年こそはって多分言ってると思うんで、名前ね、であと川越とかねっていうところもいるし、だからまあ勝負だね。でね、ところでまあまあここでガチってやんないともうちょっと居場所がねベンチになってきちゃうんで、まあでもまだがっちり外野が決まってるわけでもないし、このキャンプオープン戦でしっかりね存在感をアピール出してやっていくとね、やっぱ走力があるっていうところでね、西武はそういったところの攻撃力に特化していきたい中で、一発攻勢だけじゃなくて足も絡めた方がねチーム状況的には上に行くんで、金子がねしっかりここで踏ん張れるかどうか、もう一回最低でもね打率2割6分7分ぐらいで盗塁30個ぐらいはできると思うんで、足ある選手だからそこやっぱね、そうそうそう、でそうなってくるとねまた大きく変わってくるんで、そこら辺はねこう頑張り時かなっていうね。結婚もされましたしね、頑張りどころですよね。そういうプチ情報知ってんだ。俺知らなかったけど。あ、本当ですか。俺プライベートとかマジ興味ないから。確かシーズン終わったぐらいに結婚できた気がしますよ。おめでとうございます。まあそれでね、嫁パワーじゃないけどね、ヤクルトの高橋圭司もね、友人と結婚してグッと来てるからね。そうですね。まあ何かね助言が欲しければまたねよろしくお願いします。奥さんにアピール？はい。そういうパターンを最近多いんだよ。多いって言ってましたね。はい。他の球団の人たち人も奥さんが俺に教えてもらった方がいいんじゃないのって言って当人から連絡来たこともあるし、であとはですね、ちょっとピッチャーはね、やっぱ左がね、隅田、佐藤っていうところが入ってくるから、でここら辺がね、うまく回ったら、やっぱそれと同じようなタイプはね、勝負どころになるから、そういった意味では、濱谷投手、まあでも昨年も8試合に登板してるんだけども、先発ね、ちょっと1勝6敗と、ちょっと勝ち星がね、あんまり良くなかったっていうところと、あとは佐々木投手、まあ、でプロ2020年のドラフト2位で入団してましたけども、ちょっとね、去年若干ね、おいたをやらかしちゃって、出場、チーム内停止になっちゃったんだけども、まあ、先発5試合で2度先発、勝ち星つかずっていうところでね、これ、同じタイプの左、しかも先発って言ったところはね、ちょっと競争相手になってくるんで、やっぱりでも、新人の方がね、やっぱ注目度とか期待値が、これはもう誰も仕方ないんだよ、大きくなるっていうところで。この2人は先発確保するために、まあ西武はね、そもそも先発ガチッと全員揃ってるわけじゃないし、左も少ないっていうところで、まあ、そこ守らなきゃいけないんだけども、そこが多分不甲斐ないから2人左取ってくると思う、だからそこをもう一回ね、初心に戻って勝負して勝っていかないと、1回乗り越えられちゃったら次出ていくの大変だから、このキャンプオープン戦ともにこの新人の方にちょっとキャッチーに行きがちだけども、踏ん張らないと勝負ですね。めっちゃ勝負、やっぱ同じタイプが来て、こうレギュラークラスと同じタイプが来るのはどうってことないんだよ。でもまだ実績ない、しかも入団若い年数で同じタイプで同じポジション来るともうガチ勝負になるから、でここで新人の方が期待されてるから、それで本当に抜かれちゃうと一気にポジションがと期待値がなくなってくるから、マジね、キャンプ、オープン戦、もう2月1日から勝負にこだわって、もうフルスロットルでいって、大げさに言ったら、もうバテようが何しようがアピールしないといけないから、そういった意味では、この2人は本当に勝負になってくる。そうですね、まあ、逆に新人っていうライバルいますけど、枠がある分、アピールすれば、そうそうそう、なれるのよ、だからそういった面では、まあ野手は金子、ピッチャーは濱谷、佐々木。この2人はね、ピッチャー2人と野手1人、勝負どころになる、でもまだ全然ポジション空いてるからね、そういった意味では、このキャンプオープン戦の頑張り次第かなっていうね、ところになってきますね。さあ続いて、広島です。広島はですね、もうこちらの選手です。じゃん、田中康介。おー、そこ来ますか。小園がね、ちょっとカープが一気に世代交代して、いい風に去年終盤回ったね、サードも林、で小園、で坂倉、で宇草とかねっていうところがうまく回ってきて掴んだところで、まだ田中康介も今年33歳、まだね落ちていくのは早いけども、まあ怪我もありながら昨シーズン81試合出場、2割6厘、打率ちょっと最近なかなかね、ぐーっと田中くまるの時のね感じがちょっと影を潜めてる中で。ここでもよ、野球プロ野球の難しいところは、連続で結果出していくところなのよ。まあ、小園はね、多くの人の期待も大きいし、いけるんちゃうかと、根尾、藤原より一番最初に出てきたなっていうなるけども、そんなプロ野球は甘くないんだよ。ここで壁にぶち当たって結果がうまいようにスタート切れないパターンあるから、そういった意味ではまだ。まあ多分小園だろうけども、最初ねアドバンテージは、でも確約じゃないから、ここで田中康介が踏ん張ってポジションをもう一回奪い取れるかどうか、そうすることによってチーム内競争が高まるから、チームの底上げがぐっとできるから、そういった意味でも大事な要素になってくる。絶対そのもう名前としてまあ存在というのはすごい大きな存在じゃないですか。だから絶対そのチャンスがあった時に結果出したらもうバンって掴める選手ですしね。そういった意味ではもうここでも最初踏ん張りどころね。そうしないとファンも含めて小園って言ってくるからね。ファンもね、移り気早いからね。たたきくまるって言ってた。だけどももう小園って言ってくるから。でもまあ2年連続。19年悪くても20年そこそこ結果残して、でまた21年悪いから2年連続悪くなっちゃうと、こういった年齢来てるとそこからダダッと落ちていきやすいから、本当に今年はね、踏ん張りどころで、無理して怪我したら仕方ないから、そこら辺は用心しながらやんなきゃいけないけども、はい、勝負の年だね。そうですね、プロ野球選手として、はい、であと次ピッチャー、はい、ピッチャーはですね高橋光也と玉村です。玉村投手、この2人はね、でも去年先発頑張ってんだよ。高橋光也も15試合投げて、まあ5勝7敗、まあ防御率 5.28、ちょっと防御率はね悪かったけども、あと玉村もいいピッチングしてて、で防御率が 3.83、4勝7敗と、ちょっと援護点なくて勝ちきれなかったところあるけど、なんでこの2人がって思うかもわかんないですけど、広島はですね、なんとこちらも西武と同じようにドラフト1位2位で左ピッチャーの森、黒原をね、はい、取ってんのよ。いいと言われてる。そう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 、まあ、この2人がね先発になるか中継ぎになるかは、はい、まあちょっとキャンプ見てみないとまだ分かんないけども、松本龍也っていう本田鈴鹿からも中継ぎの左ピッチャー、右ピッチャーか取ってて、ピッチャー結構取ってるから。そうですね、しかもあれですよね、社会人大卒とかのピッチャー1、2とかですよね。そう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 、取ってるからってなった時に、はい、そこが勝負になってくるんだよ。これは西武と同じパターンなんだよ。そうですね、新人の方にやっぱ期待がいっちゃうからっていう。いっちゃうから、まあ去年ね一軍で頑張ってね、まあホップステップじゃないけどホップはできたけども、まあまだ完璧にロテーかって言われたら完璧じゃないわけよね。まあこの去年佐々岡監督のお試しじゃないけど我慢して今年のために使ったっていうところもあると思うんだよ。でもよ、2人取ってるってことは足りないと思われてんじゃん。しかも即戦力をっていう。でまあリリーフとかはね、森浦がと堀江がね左でいるんで、まあ多分そこはカチッとはまってくるから、どっちかっていうとやっぱ先発寄りがチームも不安視されてんだなっていうところで、この高橋光也と玉村は去年の自分の経験値を踏まえてアドバンテージあるんやから、キャンプからビシッと結果出していかないと。西武の時言ったけど新しいのが好きだからね、ファンの人も含めて、はい、でここで森ね、黒原が、もしガーってきた場合ポジションを奪われて、はい、で左は床田もいるから、床田は去年ね終盤良くなってきたから、で森下とか大瀬良とか入ってきて、床田とか、なった時に玉村、高橋が来るのか、はい、森、黒原が来るのかっていうところのサバイバルだから、ちょっと勝負だね、勝負の年っていう、はい、でもアドバンテージあるからね、去年1年間やったっていう、はい、でもこちらはルーキーっていうアドバンテージがあるから。これがね、だから楽しみだね。ルーキー見てみたいと思っちゃいますもんね、ファンも。移り気早いからね。で、やっぱ人間新しいのが好きじゃん。好きです。そうなんですよね。だからここら辺は、だからキャンプを通して見に行くと、あとどういうチームがこの選手たちをどういう組み合わせで争わしてるのかも面白いよ。もう同じ組でピッチングさすのか。ピッチャーもローテーションでもあるから、はい、A 組なのか、ね、こう何組で入ってるのかとか、ね、ブルペン横で投げさすのか、もしくはこの黒原とかを大瀬良とか森下の横で投げさせるのか、そしたらもうそれって勉強させてるってこと。そう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 、だからどういうところで投げさせてるのかによって、まあ、チームの方針が分かるから、逆に去年のオリックスみたいに、宮城とか阿部とか中川は山本とかと一緒に投げないで、自分たちのリズムを崩さないように別で投げさすっていうパターンもあるから、そういう考えもありますね。何がいいとか悪いとかじゃなくて、どういう組み合わせで投げさすのかでもキャンプを見るのが楽しくなってくるから、そういったところでも皆さんね、そう注目しながら見てると、キャンプもテレビでね今やってるから、テレビで見るときも面白いと思うんだよね。なるほど、そういうとこ見とけばいいんですね。横ちらちら見てんちゃうかとかね。なるほどなるほど。っていうところで西武広島はね、この選手たちが崖っぷち勝負の年になるっていうところでね、キャンプオープン戦とこう比較しながらね見ていくと、見てる皆さんも面白いと思うんで、ぜひね応援してあげてください。そうですね、崖っぷちといえど頑張ればレギュラーを取れる選手たち。そうそうそう、本当の崖の下にいる人だってあげないから。そうですね、そんな面白くもなんともないじゃん。ということで頑張ってほしいですね。そうだ、頑張ってください。はい。